今回は印刷のいろいろな体験と歴史を、勉強させていただいたこちらの印刷博物館さんで最後に朗読をさせていただきたいと思います。本月の下克上第2部の神殿の見込み習い3金属活字の完成より読ませていただきます。親方に促され、ヨハンは布をざっと取り去っていく。 A4 くらいのサイズの浅い木の箱が2つあり、その中には鈍い銀色の輝きがずらりと並んでいた。文字の凹凸が光を照り返し、キラキラと輝いている。注文通りにすべての基本文字が揃っている様はまさに圧巻。わあ、私は感動のあまり震える手で一つの金属活字を取り出した。 2.5 センチくらいの長さの小さな銀色にはしっかりと文字が刻まれている。小さい割にしっかりと重みのある金属で、私はくるりと手の中で回しながら全体を見回す。そしてもう一つの金属活字を取り出し、テーブルの上で二つを並べた。目を細めて見分し、その高さに違いがないことを確認する。この高さの違いは印刷に大きく影響するのだ。ぐらつきもせずにテーブルの上に立っている活字を見て、私は想像以上の出来に総合を崩した。どうだ、ジョーちゃん、ご希望通りの品かい？親方の声にハッとして周りを見回せば、ヨハンが固唾を飲んで私の評価を待っている。小さな金属活字がぎっちりと詰まった箱とヨハンを見比べると、私は手の中に金属活字を握りしめて大きくうなずいた。素晴らしいです、まさにグーテンベルク。は？私、ヨハンにグーテンベルクの称号を捧げます。え？周りがポカーンと目と口を開ける中、ルッツだけが顔色を変えて私の椅子に近づき、マイン、落ち着けと肩を揺さぶった。私は座ったままルッツを見上げて反論する。落ち着いていられるわけないでしょ、グーテンベルクだよ。興奮しすぎだ、バカ。ルッツの慌てたような声が降ってくるが、完成された金属活字を前に落ち着くなんてできるわけがない。絶対に無理だ。ルッツこそ興奮が足りないよ。これで本の歴史が変わるんだよ。ドキドキするでしょ、ワクワクするでしょ。さあ、もっと感動してこのときめきを共有しようよ。悪いマイン、全くわからねえ。ルッツは私と感動を共有できないらしい。部屋を見回すと誰もが理解できないような困惑した顔になっている。この感動を誰とも分かち合えないなんて悲しすぎるではないか。だって印刷時代の幕開けだよ。まさに歴史が変わる瞬間に立ち会ってるんだよ。私はガタッと立ち上がって、この金属活字の素晴らしさを力説する。しかし周囲の反応は芳しくない。グーテンベルクだよ。グーテンベルクの名前もヨハネスでヨハンなんだよ。なんて素敵な偶然、奇跡的な出会い、神に祈りよ。私がビシッと祈りを捧げると、ルッツが頭を抱えた。あー、ジョーちゃん、グーテンベルクってなんだ？鍛冶工房の親方がぎょろりとした目を瞬きながら不可解そうに答えを求める。少しでも共感しようとしてくれる言葉が嬉しくて、私はぎゅっと手を組んで親方を見つめた。本の歴史を一変させるという神にも等しい業績を残した偉人です。
かにヨハンはこの町のグーテンベルク。そう主張しているうちに、金属活字だけでは印刷ができないことに私は思い至った。印刷するには金属活字だけではなく、紙もインクも印刷機も必要だ。ヨハンだけを褒めたたえるのはおかしいから、みんなの反応が良くないのかもしれない。ああ、そうですよね。金属活字のヨハンだけじゃなくて、インクを作ってくれる人、印刷機を作ってくれる人、植物誌のベンノさん、それから本を売るルッツ、誰が欠けてもダメですよね。すみません。全員まとめてグーテンベルクです。みんな、グーテンベルク仲間ですよ。そんな仲間、俺は嫌だぞ。仲間に入れてあげたら、即座にベンノから拒否された。嫌とは何ですか、ベンノさん。本を印刷して出版して、世界中に影響を与えるグーテンベルクに対する侮辱ですよ。むしろ喜びましょう。ときめきましょう。ね。ベンノは呆れたような、諦めたような表情で私を見た後、何か言いたそうにルッツに視線を向けた。ルッツは、処置なしと言わんばかりに首を振ってため息をつく。金属活字ができたら、次はいよいよ印刷機ですよ。木工工房に注文ですよ。わー、本当に印刷ができるんだ。すごいすごい。英知の女神、メスティオノーラに感謝。メスティオノーラへの感謝を最後に、私の意識は幸せの絶頂で暗転した。はい、ということで、原作の一部を朗読させていただきました。テレビアニメ本好きの下克上、司書になるためには手段を選んでいられません。こちらのですね、アニメ第3期がいよいよ2022年の4月から放送スタートいたします。1期そして2期も配信サイトなどで今見ることができていますので、ぜひぜひそちら、1期2期も見た上でアニメ第3期楽しんでいただければなと思います。アニメ本好きの下克上でまたお会いしましょう。マイン役の井口由香でした。それではまた。